はい、こんにちは。料理で男を磨くアラサー編集部員です。今回は指南役のおすぎさんから一押しの調理器具を紹介してもらいます。今回男の料理にぴったりな調理器具を持ってきました。それがですね、こちら、メッツァルーナ。何ですかこれまたの名をミンチングナイフとも言います。スタンダードに作るのはこのように食材をこうやって、はい、あのね、みじん切りがめっちゃしやすいっていうので、あの売られているあの調理器具なんですよ。持ち手がしっかりしていて、うんうん、ホールド感が高いですね。あ、そう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 、これでいいんですか。あ、そうそう、あのもう見たまんま の, あの使い方です。これで、うん、このままそうそう、ギグザグ。あ、そう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 、すごい安定してる、うん、でもこのまま左右に揺らしながら切る感じです。あ、そう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 。でメッザルーナっていう、名前がですね、イタリア語らしくて、イタリアだとあのバジルとかパセリとか、はいはい、ハーブをあの細かく刻むので使うんですって。うん、でなんですけど、ハーブ刻むとかそんなおしゃれな料理日本人しないよって感じじゃないですか。確かになんですけど、これがメッザルーナは細かく刻めるだけじゃないんですよ。実は家に1台あると結構いろんな調理の場面で使えてすごく便利なんです。大雑把に使えるんで、はい、男の料理にぴったりなアイテムだと思います。いいですね。まずこういったキャベツみたいなちょっとあの硬くて大きいもの、うん、キャベツも芯があってちょっと硬いと思うんですけど、こういったものもあの包丁で切ろうとすると結構力かかってちょっと危ないかったりするじゃないですか、うんうん、なんですけどメッツァルーナを使うともうそのままガシュッといっちゃって、このままガガガガガガ、はい、すごいですね。そうなんです。この、 あの芯も含めてこんな感じで、硬いものっていうところで言うと、例えばこういう、あの例として今日はちょっとお餅を持ってきたんですけど、お餅なんかをあの切るときもあのこうやって切れるのでもうすごく楽で、なんかあのお料理とかでこうお餅を細かく切って中に入れたいとか、そういう時にもあのすごく使いやすいですね。次におすすめしたいのが、あのこういったあの揚げ物とか焼きたての熱々のものを切りたいとき。確かに、そう、手で触ると熱いですよね。そうなんですよ。あの大体まあなんかこうやって菜箸とかで押さえて、そうです、ね、こうやってやるじゃないですか。なかなか安定しなくて、そう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 、切れるんだけどちょっとやりづらくて、メザルーナを使うと、はい、もうこうやってあのこうやってできちゃうんですね。あ、はい、あのこっちの手で押さえないでいいので、うん、でも押さえなくてもこうやってすぐにあの安定するんですよ、うん、なのでこういう感じですね。早いですね。早い、はい、そうなんですよ。素材を抑えないでこいつだけに力をかけられるっていうのが、うん、あの一個ポイントだと思います。続いておすすめしたいのがこのね、ピザを切るときです。はい、あの普通にこれも包丁で切ろうとすると、はい、あのちょっとここを押さえたりしながら、そうですね、そう、こうやって手前に引く包丁だとチーズが絡んじゃったりすごい切りにくいんですけど、そうですね、これがねめっちゃルーナだとめちゃくちゃ切りやすいです。もうザシュッといってそのままこうなんで、あー、ほんとだ、くっついてないです。そうなんですよ。で、スパ、おー、うん、っていうのがね、すっごいやりやすいんですよ。はい、はい、こんな感じです。すごいですね。はい、今までいろいろあのこんな硬いものも切れるよとか熱々のものも切れるよってやってきたんですけど、はい、さらにあのもう一個あって、実はこれメザルーナ、こうやって持つとあの普通の包丁的に切ることもできるんですよ。お、例えばもう普通にこういう感じです。普通にこういう感じで、あのまあ本来の多分持ち方じゃないと思うんで、うん、あの相当ちゃんと気をつけて切らないといけないんですけど、あの普通の包丁とメッツァルーナを2個持ち替えて切るのちょっとめんどくさいなって思ったりすると思うんですけど、うん、そうです。いや、でもちょっとしたものであればもう普通にこうやって切れるんで、すごいなんであの本当にちょっとした量であれば別にやっちゃってよくて、でさらにさっきの玉ねぎとかで言うと、そうですね、そこからの、そうそうそう、これでやっちゃえばメッツァリーナ、そう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 、あのみじん切りもできちゃうよっていう感じなんです、すごいですね。なので、まあ、そういう風にあの使うのもできます。というわけで今日はこのメッツァルーナをご紹介してきました。万能ですね。すごい雑に使えるんで、はい、男の料理にぴったりじゃないかなって私は思ってます。ちょっと活用してみたいと思います。ぜひぜひ使ってみてください。はい、はい、ありがとうございました。はい。